はいというわけで初見さん歓迎質問歓迎投げ銭スパチャは大歓迎、えー、パーカッションのワークショップでございます高文がお届けしますよろしくお願いします、えー、ビーターとか、えー、スクレイパーとかいったりするんですがまあ要はねこするやつね私はまあこんな感じでいろいろと使い分けておりまして要はねこの目の部分目の部分に対してこう 叩いたりスライドさせたりして鳴らすわけなので当然この目の幅とこのビーターの太さによって音の感じが変わりますねじゃあまずねこれこのギロは結構この目の間隔が細い細いんですよ割とこう近いじゃないですかはいギロによってこんな違いがあったりすると この目の幅が粗いもの、遠いものと近いものがある。で、まず、近いものからやりますね。近いもの。近いものを、細めのビーターで演奏すると、はい、こういう感じの音になりますと。じゃあ、ちょっとこう太めのやつでやってみろと。すると、 はい。こんな感じです。違いわかりますかねできればイヤホンとかヘッドフォンで聴いていただくとより音がわかりやすいと思いますので。はい。もう一回ちょっと太いのやりません、ね。はい。結構ね、ピッチが低くなったと思うんですよ。音程がね。さっきのはギーキキギーキキっていう感じだったんだけども、こっちはグークククグククググググっていう感じです。で、それ以外には、えー、例えばね、アクリルのパイプ。 みはいこれはまあ僕の印象ですけど結構柔らかい、えー、マイルドな音になりましたし意外なところでね、えー、お箸使う方すげえ多いです日本,日本人だとね日本の心は箸にあるぞということでお箸を使うと これもともとティンバレスのスティックだったやつなんですけどあの切ってもいいです。いらなくなったやつとか折れちゃったやつとか欠けちゃったやつとかね。ちなみに目が荒いやつをティンバレススティックでやるとまあこういうかなりパワフルな。 感じになりま,すまあこんな感じでよしギロをやるぞっつうことでね、えー、ギロを買ってきましたとかあるいは学校にありましたという場合でやってみてもなんかちょっと音が思ってたんと違うなという場合はこのビーターの方を変えることによってあのだいぶね音を変えることができるっていうのを知っておくといいかなと思います。まあざっくり言うと細いと、えー、音が高くなるし太いと音が低くなるっていうイメージです。 であとは演奏のしやすさとか、えー、とこのビーターの硬さ材質によって、えー、選ぶといいよっていうお話でした <laughs> はいだからそんなにあの何台も持つ必要ないっていう感じですまあ1個あればいいかなっていう感じ <laughs> 1個1個1個議論を手に入れてあとはそのビーターを何本かスクレーパーを何本か持っておけばまあいろいろ曲によって音を変えられたりすることができますっていう感じです